あまり少なくなってきたんですけども、なんか三上さん、今後飛鳥先生と何かまた一緒にお仕事されるんですか？何か企画？いや、もちろん毎月やってるんですけどね、うん、先生出し渋ってるんですよ。出し渋ってるんですか？手元にね、その今の世の中ね、今度映画が公開される進撃の巨人、うん、はい、進撃の巨人のモデルっていうかね、あれはもう事実。事実？ある意味あれとそっくりな世界が実はかつてあった。進撃の巨人読んだことあります？いや、もうちゃんとは読んでないんですよね。いわゆる城壁に囲まれてるんですね、はい、城壁に囲まれていて平和に暮らしてるんだけども、城壁の向こうに巨人族がうんうんうん、でその巨人族がこの城壁を乗り越えてきた時から、まあ、ストーリーが始まるんだけど、このグレートウォールっていう壁が、実は新しい。新しいっていう話の企画を今度されるんですか？企画じゃなくて、そういう情報を持って、それをね、公開すると。公開すると言い続けて、半年経ちますよ、先生。先生、うん、データは今年の前なんてアメリカが急に出すなんて。それは何ですか、うん、進撃の巨人の映画の公開待ってるとか、そんな2015年なんかやっぱりやるんですよ。いや、それとだってそのデータ出してくれるんだから今それは確かにね、この間ね、やばいこと出した、うん、ちょっとね、沖縄のね、さっきオスプレイの話、あれがまずかオスプレイ、オスプレイって言ってでしょ、言ってる、まあ、この間も沖縄行ってきて、辺野古こうやって見てきてるんだけど、でもオスプレイだ、オスプレイ、そんなんじゃないんだ、配備されてるのは。何何何それ聞きたいですよね。三角形の UFO の沖縄日記配備されてる。えっ、ちょっと地球水 UFO がついにその証拠を公開しちゃったんだよ。だからちょっとまずかったんだ。で、ストップ書いちゃって、うん、グレートウォールの化石が出せない。だから今交渉してるよ、はい、うん、TPP の交渉みたいなもんで、この項目はいいでしょとかね、まあ、そういう交渉入ってて、で、彼おそらく行ったところに、沖縄にいたその人っていうのは、うん、アメリカの ある軍事基地の中で働いてる人なんだ、日本人だ、うん、ある分離してるよ、普通基地ですよ、基地ですよ、でキャンプホニャララですよ、キャンプホニャララ、でそこのキャンプホニャララの彼が情報、そっちをほら入ってみたい、前に全部アメリカに全部聞いてきましたもん、全部聞いてきたもん。5月までに、うん、また全然違います、ね、5月1日あ、5月1日までにその沖縄の全米軍のある情報を全部出せる。これは要は彼聞いたら、俺が もうリアルな話だから、俺が今言うと誤解あるけど、彼が言うことには問題ないんです。いやその情報提供者のところにいろいろある、うん、いや、それもう全員のある、うん、個人情報を提出しろと。で、そのなぜそれを提出させるのかっていう項目は3つぐらいある、うん、戦争のため、災害のため、テロのためってあるんだけど、ということはこのうち何かが起こるいや、もう好き。やっぱり起こるのは何かが起こるんですね。起こそうとするやつ、起こそうとする人がいるからね。俺はそれを止めたいんだけど、止める力がないから。全然止めようと思ったんですよね。せめて発表する。なんか全然、なんかいけいけみたいな、なんか。じゃあこうなるみたいな。じゃあ、だからこうなるから日本人は準備しなさいよと。なんか釈然としない思いもなんか。でもそれが大事なことで、俺は情報を得たものを。大島さん実はその預言者の一人だ。ええ、東京の手先だ。手先だ。起きたらね、またね、随分だよ。それでまた記事にしてムーで儲けようとしてる。儲ける人の通りに人に気が悪い。てかその前にちゃんとね、記事にして叱るべき、ね、うん、読者の方々ね、知らしめないと。そうです、ね、うん、で今ヒカルランドで仕事を一生懸命やってる。何やってんだから全然危機感ないでしょ。ねえ、危機感がないところがまたなんかね、可愛いですよね。そうです、可愛いです。ねえ、だから飛鳥先生がいきなりね、どっかこう沖縄とか、うん、外国に移住しちゃった
だってもともとノストラダムスの予言をがっつり信じて99年に滅びると思って、いやいやオーストラリアに移住しようと思ってた人ですよ ね、 誤解あるからね。滅びるって言うことも言ってない。人類滅亡は起きない。いや昔ね、若い頃はね、がっつり信じてた。あの旗時代ね、うん、畑時代の時はまだね、そういう知識がなかったからね。その後アメリカの手先の方々とあの手を組んで、ね、手を組んで、それでなんだ大丈夫なんだっていうので、で手先になって、手先として収入を得てると、手先としてもう巻き込んで仕事をしてると。まあというかそれよりもね、あのバババンガの予言ですよ。ババババンガ。ババ。サイバー派じゃないよ。機械が人類を殺し始める。なんかもう映画の世界ですよね、そうなったら。残念なんですよね。あのね、あとブルガリアのもうお亡くなりになった、96年にお亡くなりになったバババンガっていうおばあちゃんがいる。はい、あのバンガっていうババアじゃないですか。誰もそう思ってない。ババアが。ジャイアントババアをババアだと思ってないように。ババアバンガ。そのバババンガの予言によると、96年に亡くなったんですよ。はい、第44代アメリカ大統領、黒人になる。それも当たってる。的中。はい、この黒人大統領は最後のアメリカ大統領になってる。わかりますか、はい、任期仲間にして失脚する。オバマさん、今2期目、あと1年半の人生で。失脚。アメリカにおける大統領選が終わるって言ってる。次のヒラリーがどうのこうのって言ってるわけじゃない。どうでもいい。だって大統領選なくなっちゃうんだもん。なんかそれだけのものが起こるっていうことか。もう言ってだから言ってんじゃん、もうその今の常識が常識なくなっちゃうんだもん。ものすごく起こっちゃうんだ。もうだからもう臨時もう臨戦体制になって、今のその政府がなんだっていうのではないのが、最終的にはアメリカの州と州が戦争するからね。まさかただのさ、州国だ、ただ確かにね、それぞれですね。ただの合衆国って ただ、 いやただでない合衆国ってどんな場所があるの。いや、要請集めだ。で、結局最終的にその一番最初の話ですけども、統一世界のいう大混乱の中で出てくる獣が、それを最終的に樹立するっていうから、我が政府を崩壊させようが、それは別にアメリカにとっては痛くも痒くもありません。アメリカを支配する連中とか、アメリカなんてのはただのアメリカに過ぎない。じゃあただのアメリカに過ぎない。ただのアメリカ。ただの。でもあれです、イギリスも今ね、総選挙でね。ねえ。まあなんか、まあ一応ね、与党があって。って言いながらも、ひょっとしたらまた EU 離脱しちゃおうかな、みたいな。もうだから、そういう世界に入っていくから、もういや、我々今までの積み重ねの常識なんてのは、全部ね、役に立たないじゃないですか。というかもう、大企業、超世界企業なんていうのは、もう、国に所属してないから。税金も納めてないし、まあそうですね、税金も納めてないんですよ。有名なコーヒー店も全部。え、マジですか。固有名詞はやめてくださいね。固有名詞はやめてくださいよ。タックスヘブンって言って、もうちっちゃな島々、これとこにもあるけど、ああいうところに全部預ける。うわー。ちょっとあの別に小さい島じゃなくても、アメリカ の、 あの合衆国の中に、あの独立国ある。あるんですよ。アメリカ買わないんだよ。こんなちっちゃいけども、国あるの。金持ちだけの国。国あるの。税金納めてないの、この国。知らない。独立国だもん。本当ですか。あとアメリカはですか、ですか、はい、あのどっかシティがあったら、金持ちだけが集まって分離独立しちゃうんだよ。貧しいやつらに自分たちの税金なんで使うんだよ。俺たちのために使えよって。ロックフェラーの国ってあるの。どこにあるんですか。アメリカにあるんだよ。いや全部一つの町ごとそれだって6万飛行場もあるから。はい、いやいやあのこれ以上言うなという言うなというサインが出ました。慣れてたけどもあれは一般常識っていうのはもうダメとなると一般常識がないミーコだけが生き残る。あ、はい、あーもうね知らないと皆さんも、はい、生き残りたい人、はい、お知らせがあります。はい、はい、近日、アスカ塾が開催されまーす。え、またやるの。知らなかったえ、もっと驚いて、もっと驚いて。以前、ワンダーチャンネルでやっていたアスカ塾が無限寿で復活します。おー、すごい、ミュージあれだけもうやらねえとか言ってるの。2つです。だからサプライズ。今回なんと2つ。1つがですね、復習コース。受講できなかった方のためにストリーミングで復習ができるコースです。
そして2つ目が選果コース。こちらはですね、なんと1泊2日の合宿形式となっておりまして、合宿飛鳥先生とさらに深くお勉強ができるコースとなっております。なんかいやらしいね、一泊ない関係になって おじさんってやだねなんとですね、あの復習コースをあの修了証書ですね、いただいている方とか、以前のあのワンダーチャンネルの方での修了証書をいただいている方とか、復習コースをすべて終わって終了証書をいただいた方は、なんとこちらの選果コースの方がですね、ちょっと特典がある、ちょっとお得になるということもあるそうなので、ぜひ詳しくはですね、あの無限樹のホームページでアクセスしてお調べください。よろしくお願いします。ありがとうございます。どんなことをやられるとか。いやもうそれはね、いわゆるこのイルミナティで話してるのは、このそれイルミナティ、イルミナティ、秘密喫茶じゃないですかね、秘密喫茶で聞こえる、秘密喫茶ムーブでも話せないこと。だってぶっちゃけどんな質問でも答える。もう何でも答えますからね。答えられない質問はね、普通にはぐらかしますからね。もう今度はぐらかしなしなの。本当ですか。本当ですか。そうなんです。これはすごいな。それでそこへ出た人は一応外部に漏らしちゃならない情報。ええー、行きたい。おい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 。煽りますね先生。はい、気になる。え、合宿ってどこでやるんですか、どこで。で、いや秘密の。秘密説では。箱根って手もあったんだけど、いやいやいや、危ない危ない危ない。だから逆になんか人が来なそうだね。安全なところでやります。ビル・ゲイツの、ね、別荘とか変な逆の意味で聞けだんだん分かんなくなっちゃう。なんでね、年数回やります。あの最初スタートはまず2回でどうしようって言われたんだけど、俺少ねえって言ったの。もっとやっていいよ。先生、あの原稿を書いていただく暇もある。だから文を差し置いてでもやるぞ。いやいやいや、言い方おかしい。進撃の巨人が。いや、あのヒカルランドの本を書かなくていいから先生。あ、ひでえ、ひでえ、ひでえ、今ライブで流れてますよ。石井ちゃん泣いてますよ。石井ちゃん、石井ちゃん、あのとりあえずゴースト立てといてね。ひでえ。だからまあ、あのマジ本気でやりますから、もう時間がない。早くやる。ムーで発表してる時間がない。直接聞けちゃうしね。基本的に 100% だよ。夜よりも、ね、行きたい、ね、行きたい。朝寝ぼけてる間とかにババって聞いても、ガタガタガタって聞いてもそうみたいな。お孫さんの名前はみたいな。ガタ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 。感じ打ちで。まあまあ、どっちにしてもこの先生の隠された堀ネームは、ほら、初期の漫画の頃にあった共に天にがどんどんちょめちょめで、あれはよくしてる。6行で6行しよ。ああ、ごめん、あの4から6、あ、6だな、あ、6です。あの5もあるんですけど、ないです。その、あの全部明かすとあれだから、5行まで明かすとか。そうですね、面白いですね。それはなかなかね。あのこの三上君もあの、はい、取っていいからね、お金。そうですね。そんなに高くないんだよ。よろしくお願いします。いや、だからこの飛鳥塾っていうのは、まあ、一応先生、あれ言った方がいいですよ。じゃあミスター加藤の正体教えてやれよぐらいの、なんかこう、うん、すごい知りたい。それを答えてくださるんですよね。はい。もう言ってもいいかもしれない。もう、もう時間がない。じゃあ